で視聴者さん続々と細くなっています。帰る足でなんで足とポッコリお腹が細くなるかというと、帰る足でパカッと膝を開くことによってお尻にギューッと力が入って、さらに前もも股関節が伸びて骨盤も後傾して、下腹部の筋肉も使われるようになります。なので足痩せとポッコリお腹にめちゃくちゃ効果的なんです。最後までやれば必ず効果があるので、ご自宅にメジャーがある方は計測してからやってみてください。それでは一緒に頑張りましょう。まずはですね、仰向きになってやっていきます。スマホ持ちながらやってみてください。ベッドの中でもできる種目です。そしてですね、足を、片方ぐらい開きます。軽く体をね、ダラーンとして足をパタッと出させていきたいと思います。20秒です。この時ですね、股関節を軽く動かす、ちょっとね、ウォーミングアップのようなイメージでパタ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 させていきましょう。速さとかはね、関係ないです。股関節動いてるなっていう感じがあれば OK です。よいしょ、そうです、 OK。 はい、そしたらですね、次は膝を立てます。膝を立てたら、つま先がこういう感じ、思いっきりグッと体の方に、よいしょ、曲げる。これをね、パタ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 20秒ぐらいやっていきましょう。スタート。グッと足を立てる、グッと足首グッとして、ふくらはぎも伸びてる感じになると思います。グッと、ちょっとね、普段使わないところ使うのでちょっと難しいと思います。グッと、よいしょ、呼吸止めないで、グです。ね、苦手な方はかなり苦手だと思うんですけれどね、よいしょ、頑張っていきましょう。 OK。 はい、そしたら次はですね、足上に伸ばします。膝は曲がって OK。 そしたらつま先を上下上下やっていきたいと思います。20秒です。ふーっとしたらね、ふくらはぎ伸びてる感じがあると思います。動画の中で、ね、基本的に厳しいことを一切言いません。ただですね、一つだけ約束してほしいのは、しっかりね、呼吸だけは、どんなに辛くても呼吸だけはしてください。息をね、止めてしまうと首を絞めながらやってるのと変わらなくなるので、より辛くなってしまいます。より辛いのはね、嫌じゃないですか。しっかりね、こうかってしまう、お声掛けするので呼吸はね、しっかりしていきましょう。はい、次は足の裏くっつけて返る足にします。そしたらですね、お尻を上げます。お尻を上げるときに下腹部の筋肉を使って上げるようなイメージですね。いきますよ、30秒です。スタート。これね、やるときにね、あんまりにもきついよって方はね、お尻手でね、こういう感じで支えちゃっても大丈夫です。そうするとね、かなり楽になります。全然余裕だよって方は、下腹部の力だけ、手はつかないでやっていってくださいね。よいしょ、ちょっときついのでしっかり呼吸して、息止めないでね、どんなに辛くても息だけは止めないで、休憩は OK ですよ。息だけは止めないでね。よいしょ、きついですよね、頑張って頑張って、そうです、そうです、皆さん素晴らしい、頑張って呼吸して、よいしょ、素晴らしい。はい、そしたらですね、また返る足です。返る足の状態で膝を開けて閉じる、閉じる、こうやっていきましょう。30秒です。内ももの筋肉を意識しながら、しっかり開いて閉じる。速さは重要じゃないです。しっかりね、パタパタしていきましょう。股関節、内ももを使いますよ、頑張って。皆さんね、動画見ながらね、一緒にやってる皆さん、めちゃくちゃ素晴らしいです。本当にね、いかに自分が意識高いか、本当に自分を褒めてあげてください。私は家で動画見ながらこういうことはしたことないタイプなので、本当に日々コメントを見ながら皆さんの意識の高さに驚かれて、驚いています。よいしょー、素晴らしい。はい、そしたらですね、次は膝立てます。膝立ったら左右交互に膝をピンと伸ばしていきましょう。この時に膝の上を意識しながらピンと伸ばす、いきますよ、30秒でスタート。膝の上意識して、これしっかり膝の上を意識しながらピンとすると、見た目以上にきついですよ。そうです、そうです、頑張って。膝の上です、しっかり頑張って、つらいよね、呼吸止めないで。もうね、動画見てるだけのね、皆さんもいると思いますけどね、見てるだけでも本当に偉いですよ。よいしょ。はい、そしたらですね、また返る足にします。返る足にしたら頭でつきます。そしたら肩甲骨上げて、この腹筋を収縮させるようなイメージでクランチっていうのをやっていきたいと思います。スマホは床に置いてくださいね。スタート。しっかり、よいしょ、上げるときに息を吐きます。吸って吐く、よいしょ、ちょっとね、
辛い種目なので30秒できない方は全然大丈夫ですからね。10秒でも20秒でもできないっていうことは、それはね、伸びしろがねめちゃくちゃあるということなのでポジティブに捉えてください。できないということはね、ポテンシャルが高いということです。まだまだね、痩せるポテンシャルがあるということです。よいしょ。はい、そしたら次は膝立てた状態で足のっけます。のっけたら太ももを持ってぐーっと体に近づけていきましょう。では30秒でスタート。ぐーっと胸に近づけていきます。呼吸吐きながらですよ。ぐーっとお尻、裏もも伸びてれば OK です。ちょっとね、凝り固まってる方多いとね、ちょっとね辛い方多いと思います。ふーっと呼吸しながら徐々に徐々に伸ばしていきましょう。よいしょ。引き止めないでね。どうですか、お尻と、裏もも伸びてれば OK ですよ。無理は皆さんしないでくださいね。OK。 はい、次こっちの足です。太ももを持ってグッと近づけていきますよ。30秒でスタート。よいしょ。吸吐いて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 、裏ももお尻伸びてれば OK です。呼吸吐いて吐いて吐いて、そうです。どうですか皆さん、伸びてる感じありますか。ふーっと、ね、呼吸吐きながらゆっくりね伸ばしていきましょう。よいしょ、素晴らしい。はい、そしたらですね、また返り足にします。返り足にしたらお尻の穴をギュッと締めるようなイメージで体を上に上げていきます。この時ね、腰反らないようにお腹力入れてください。いきます、30秒でスタート。ギュッと上で1秒止めるイメージです。お尻の穴締めてくださいね。おならを我慢する時にギュッとするようなイメージです。よいしょ、頑張って。お尻の筋肉使ってる感じ分かんないって方ね、めちゃくちゃ多いです。それもね、本当にね伸びしろなのでね、よく考えていきましょう。もうできなかったよっていうとか、三日坊主しか続かないとかね、結構ね悩む方多いと思いますけど、今やってる自分を褒めてあげてください。よいしょ、素晴らしい。はい、そしたらですね、またまた返る足、返る足で、ピンと伸ばして曲げる、ピンと伸ばして曲げるからいきますよ。30秒でスタート。ちょっとね辛いよって方ね、一時停止とか、押してね休憩取ってくださいね。よいしょ、ピンですよ。しっかりピンと伸ばして、呼吸してしっかり息止めないでね。ピンです。よいしょ、ピンもきついですよね。頑張って頑張って、しっかり呼吸吐いて、そうですそうです。きつい、よいしょ、止まっちゃった。よいしょ、素晴らしい。はい、そしたらですね、肩幅ぐらいに足を広げます。そしたら膝をね内側にバタバタ倒していきたいと思います。30秒です。ちょっとね、きつい種目が続いたので呼吸を整えてあげてください。今日ね、ちょっとすみません、私も声がガラガラであまり声が通らないと思いますけれど、一緒にね頑張っていきましょう。股関節ね、しっかり動かして足パタパタ吸っていきますよ。皆さんね、本当ね、いつもコメントくださってありがとうございます。こちらまでね、勇気づけられております。よいしょよいしょ、素晴らしい。はい、そしたらですね、次ちょっと難しいです。つま先持ちます。つま先持ったらぐーっと股関節開いていきます。これで、ね、できないよって方多いと思います。そういう方で、ね、太ももを持って股関節ぐーっと開いていきます。いきます、30秒です。よいしょ、つま先ぐーっと持って余裕がある人はですよね、このまままたちょっと左右に、よいしょ、左右に動かしていきます。股関節伸びてる感じ分かりますか。しっかり伸ばしてくださいね。ぐーっと、よいしょ、つま先持てない方無理しないでくださいね。絶対に太ももね持って開いても大丈夫ですからね。しっかり開いていきましょう。辛い方ね、息止めないで。よいしょ。はい、そしたら次はね、うつ伏せになっていきます。うつ伏せになったら、手を床についてぐーっと体を起き上がらせていきます。腹筋伸ばしていきましょう。30秒です。どうですかね、お腹伸びてる感じありますか。この時ね、腰が痛いよって方、肘ついちゃっても大丈夫です。よいしょ、
この辺はね、自分で調節してみてください。あんまね、腰の反りすぎも、ね、腰痛の原因になるので気をつけてくださいね。しっかり呼吸を吐いて、そうですそうです、伸びてますか？素晴らしい。もうちょっとでね、今後半戦なので最後まで頑張っていきましょう。よいしょ。はい、そしたらですね、次上半身完全にリラックスさせてください。そしたらつま先持ってかかとをお尻にグーッと近づけていきます。30秒です。かかとね、お尻につかなくても大丈夫です。これね、前ももが伸びてる感じがあれば OK ですよ。皆さんどうですか？前もも伸びてる感じありますか？で、全然逆に余裕で伸びてる感じないよって方です。この時に膝を浮かせてあげてください。そうすると結構ね、前もも伸びてる感じあると思います。ちょっとね、大体の女性は前もも使いすぎの傾向であります。しっかりね、伸ばしてほぐしてあげてください。筋肉をぐーっと伸ばす伸ばす伸ばす。よいしょ。はい、こっちの足いきますよ。つま先持ってかかとです。30秒。かかとがね、お尻につくのが理想です。で、余裕がある方は膝を浮かせる。よいしょ。あんまね、皆さん無理はしないでくださいよ。結構ね、種目のごとにね、得意に苦手って結構あると思います。どうしてもね、やるのもちょっと苦痛、鬱だよっていう種目たまにあると思うんですけど、そういう時はね、あえてもやらないでかわすっていう選択も私ね、ありかなって思います。よいしょ。はい、そしたらですね、また上半身をダランとさせてカエル足にします。カエル足にしたら、この足をこういう感じで上下にやっていきます。この時に上に上げるとき、上に上げるときに、またおならを我慢するイメージでお尻ギューッとさせてあげてください。いきます、30秒です。お尻ギューですよ。お尻をね、動かす感じちょっとね、わからない方多いと思いますけど、お尻と穴を締めるイメージをして練習してみてください。お尻の筋肉段使えてないとね、どん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 足がね、太くなってしまう原因になりますからね。お尻ギューッとする感覚わかんなくてもね、ちょっとね、徐々に徐々に練習しててください。逆にお尻使う感じがわからないって方ね、もう足細くなる、伸びしろしかないですから、それはね、もうポテンシャルの塊ですよ、皆さん。よいしょ、頑張っていきましょう。素晴らしい。よいしょ。はい、そしたらですね、次はですね、最後の種目です。最後ですね、ちょっとね、膝もかなり開くんですけど、ちょっとね、ここは硬いんですけれど、マットの上とかベッドの上、柔らかいところでやってください。膝ぐーっと開いたら、肘ついて前に出て、お尻突き出して、後ろに重心かけます。この時、股関節しっかり伸ばしてくださいね。私はね、床下平気なんですけど、膝痛くなるので柔らかいところでやってくださいね。いきます、40秒です。最後頑張っていきましょう。ぐーっと股関節開いて開いて、そうですそうです、もししっかり開いて。皆さんね、どうですか？最後についてきましたか？本当にね、今日ね、頑張った自分をね、褒めてあげてください。素晴らしいです。本当にお疲れ様です。もうちょっとですが、持っていきましょう。呼吸を吐いて、で、まだ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 やってないよって方はね、概要欄におすすめな、動画貼っておくので、ね、そちらも一緒にやってみてください。で、ツイッターとかもね、インスタグラムも最近やってるので、概要欄にそちらも貼ってるので、そちらも遊びに来てください。もうちょっとで終わりです。頑張って頑張って、もう少し。よいしょ、素晴らしい。お疲れ様でした。今回の動画がちょっとでもいいなって思った方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またねー。